皆さんどうもこんにちは。アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。これまでね、過去の動画で春休みにおすすめのスマホゲームをたくさん紹介してきたんですけども、今回はですね、ちょっとした容量でね遊べるスマホゲームだったり、古い機種のスマホを使っている方が遊べれる、そんなゲームをたくさん紹介していきたいと思います。ということで今回なんですけども、2022年春休みに絶対に遊ぶべきおすすめ軽量スマホゲーム10選を紹介していきたいと思います。今回紹介するスマホゲームのダウンロードリンクは説明欄にリンクを貼ってありますので、少しでも気になったゲームがあったらね、ぜひ遊んでみてください。それでは本日の動画始めていきましょう。まず最初に紹介するのはポケモンユナイトになります。本作はポケモン初のチーム戦略バトルゲームです。ゲーム内容はですね、プレイヤーが5対5のチームに分かれて戦うチーム戦略バトルゲームでですね、制限時間内に野生のポケモンを捕まえることでね、手に入るエオスエナジーを相手チームのゴールに入れてね、相手チームよりも多くのゴールを決め、高いスコアを獲得することで勝利できます。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、基本プレイ無料で遊べます。こちらポケモンユナイトはですね、任天堂スイッチと iOSAndroid のスマホゲームでね、どちらもダウンロードからプレイまで無料で遊べます。続いてですね、アイテム課金制で無課金者でも楽しめます。本作はですね、トレーナーの洋服をおしゃれにコーディネートできるのはもちろんなんですけども、多彩なホロウェアを着ることでね、手持ちのポケモンの見た目もおしゃれにすることができます。それ以外にもですね、幅広い世代の方が楽しめます。こちらポケモンユナイトはですね、ポケモンというとね、歴史が長いアニメになるのでね、知ってる知らないっていうね、ポケモンがいて当たり前なんですけども、ポケモンでおなじみのピカチュウ、リザード、カビゴンだったり、ファイアローやワタシラガなどね、幅広い世代の方が知っているポケモンが登場します。次に紹介するのはトムとジェリーチェイスチェイスになります。本作は世界で愛されるトムとジェリーの公式スマホゲームでね、短い時間で楽しく遊べる鬼ごっこゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、公平なバトルと無料プレイで思う存分遊べます。こちらトムとジェリーチェイスチェイスはですね、ゲームルールはね、日本国内で大人気の第五人格をさらに簡単にした鬼ごっこゲームです。子供から大人まで幅広い年齢層の方が遊べます。さらにね、トムとジェリーがモチーフなのでね、男女関係なしに遊べてね、ワンプレイ8分間という短い時間でね、気軽に鬼ごっこを遊べます。続いてですね、豊富なキャラクターとアニメでね、おなじみの世界を楽しめます。本作はですね、トムとジェリー以外にもニブルスやイナズマやブッチなどね、懐かしのキャラクターが多数登場します。さらにね、キャラクターはね、固有のスキルを持っていたり、マップ上に多彩な罠とアイテムが落ちてるのでね、戦略的な鬼ごっこが楽しめます。最後にですね、多彩なゲームモードとカジュアルな鬼ごっこが楽しめます。こちらトムとジェリーチェイスチェイスはですね、ゲームモードはね、クラシックモード以外にもゴールドキーバトルだったり、花火大作戦やビーチバレーなどね、豊富な種類と独特な遊び方でね、手軽にカジュアルな鬼ごっこが遊べます。次に紹介するのはフラッシュパーティーになります。本作は友達と本格的な新感覚の格闘バトルを楽しめれるスマホ向け大乱闘ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、スマホゲームで本格的な大乱闘ゲームを楽しめます。こちらフラッシュパーティーはね、一般的に知られている名作ゲームスマッシュブラザーズに少し似ているんですけども、本作はね、スマホ一つで無料で遊べます。続いてですね、友達とマルチプレイで格闘ゲームを楽しめます。本作はですね、1対1のオンライン対戦だったり、4人で戦う乱闘や AI を相手にしたバトルなどね、様々なモードが遊べます。さらにね、フレンド同士の対戦やサッカーモードなどね、格闘ゲーム以外にもやり込み要素が盛りだくさんのモードも楽しめます。それ以外にもですね、シンプルな簡単操作で本格的な格闘ゲームを楽しめます。こちらフラッシュパーティーはね、各キャラクターが持つ駆使スキルと各コマンドの組み合わせを活かしてね、バトルを繰り広げるんですけども、本当にね、シンプルなね、簡単操作で本格的な格闘ゲームを遊べます。次に紹介するのはアマングアスになります。本作はですね、全世界で大人気で常に300万人を超えるプレイヤーが同時に遊んでいる、4人から10人のプレイヤーで遊べれる宇宙を舞台にした人狼ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、無料でアマングアスが遊べます。 Nintendo Switch や PC 版で遊ぶと有料になるんですけども、こちらスマホアプリ版は無料で遊べます。無料だからといってね、ゲームプレイに特に制限はありません。人狼と鬼ごっこ要素を同時に楽しめます。ゲームルールはプレイヤーはクルーとインポスターに分かれて、クルー陣営はね、インポスターを全員追放すると勝利します。インポスター陣営はね、クルーを殺害、追放してね、クルー陣営と同じ数になる、またはですね、一部サボタージュの修復が時間内に終わらなかった場合に勝利します。本当にね、簡単操作で遊べるんですけども、
奥深いゲームだと思いますね。それ以外にもですね、他のデバイスのお友達と遊べます。先ほどもお話ししたんですけども、こちら iOS と Android のスマホアプリ版の他に Nintendo Switch 版や PC 版でプレイしているお友達と一緒に遊べます。次に紹介するのはトッカライフワールドになります。本作は自分だけの世界をクリエイトし、思いのままのストーリーに合わせて遊べるゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、アバターから建物までね、自由に制作できます。こちらトッカライフワールドはね、おばあちゃんの髪型をワイルドに決めたり、何でもかんでもトイレに流したり、お友達と遊んだりとね、非常にね制限がなくてね、やりたい放題自由に遊べます。続いてですね、新しい街や多彩なキャラクターを購入できます。本作はですね、初回のダウンロードからね、豊富な場所で遊べるんですけども、こちらトッカライフワールドはね、ショップを使うことでね、100カ所以上の場所や500種類以上のキャラクター、500匹以上のペットを購入できます。それ以外にもですね、定期的な週替わりのギフトがもらえます。こちらトッカライフワールドはね、ショップでね、買い物をしなくてもね、ゲームをプレイするだけでね、サプライズギフトがもらえます。本当にね、無課金の方でも自由にね、豊富におしゃれを楽しめます。次に紹介するのはおじさまと猫スーパーミラクルパズルになります。本作はガンガンピクシブと月刊少年ガンガンで連載中の大人気漫画おじさまと猫がパズルで遊べるマッチ3パズルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、マッチ3パズルゲームを誰でも楽しめます。こちらおじさまと猫スーパーミラクルパズルはね、遊び方は同じ種類のピースを3つ揃えるだけの簡単ルールです。またですね、プレイ画面はね、縦横どちらにも対応しています。続いてですね、パズルを遊びながら漫画のストーリーを追体験できます。本作はですね、猫とおじさまの心温まる日々を忠実に再現しています。またですね、親友の小林をはじめ原作のキャラクターが多数登場します。それ以外にもですね、豊富なキャラクターの着せ替えを自由に楽しめます。こちらおじさまと猫スーパーミラクルパズルはね、手に入れた衣装でね、キャラクターたちをね、自由に着せ替えできます。さらにね、季節ごとのオリジナル衣装だったり、アプリ限定のオリジナルエピソードが楽しめます。次に紹介するのはオセロボードゲームになります。本作はボードゲームのオセロを手軽に遊べるスマホゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、いつでもどこでも気軽にオセロを遊べます。こちらオセロボードゲームはね、一般的なボードゲームのオセロと違ってね、スマホ一つあれば気軽に身近なお友達だったり、遠く離れたお友達とね、本格的なオセロが楽しめます。さらにですね、ルールや操作も一般的なオセロと一緒なのでね、子供から大人の方までサクッと遊べます。次に紹介するのはカウンターサイドになります。本作はメイプルストーリーだったりマビノギなどの数々の MMORPG ゲームを手掛けてきたネクソンの最新作ゲームでね、キャラ育成と戦略と物語とアニメーションを融合させた全領域光線型 RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、ド派手な演出と戦略性を兼ね備えたバトルシステムを遊べます。こちらカウンターサイドはね、バトルは戦略性を楽しむシミュレーション要素と、自分の本陣を守り敵の本陣を破壊するオフェンス方式のリアルタイムストラテジー要素で進行していきます。またですね、戦闘中はね、アニメーションとド派手な戦闘アクションを楽しめます。続いてですね、戦略を必要としながらもカジュアルバトルを楽しめます。本作はですね、可愛らしいキャラクターだったり、男性や近代兵器などね、多彩なキャラクターが100体以上登場します。さらにですね、ライブ 2D によってね、ダイナミックに躍動するビレイラストも楽しめます。それ以外にもですね、文庫小説6冊分を超える壮大な物語を楽しめます。こちらカウンターサイドはね、60万文字以上のメインシナリオに加えてね、サブストーリーだったり各キャラクターの個別ストーリーなどね、非常にね、多彩な物語を楽しめます。次に紹介するのはリーグオブレジェンドワイルドリフトになります。本作はリーグオブレジェンドの体験をね、スマホ向けに新たに作られたね、友達と一緒に5対5の本格的な MOBA バトルが楽しめるゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、リーグオブレジェンドシリーズの本格的な MOBA バトルを楽しめます。こちらリーグオブレジェンドワイルドリフトはね、リフトのあらゆる要素をマスターしてね、個性的なチャンピオンと変幻自在の戦略でね、自分自身のレジェンドをがっつり育成できます。またですね、スキルショットを決めてね、チーム一丸となってね、戦況をひっくり返せたりとね、本当にね、家庭用ゲームのような本格的な MOBA バトルがスマホでね、楽しめます。続いてですね、友達と一緒に協力しながら遊べるマルチプレイが楽しめます。
本作はですね MOBA ゲームなのでねチームワークが非常にね大事ですね。2人や3人だったりあるいは5人の仲間でねグループを組んでねゲームを遊ぶだけでねマルチプレイをしっかり楽しめます。それ以外にもですね無課金の方にも公平な MOBA バトルが楽しめます。こちらリーグオブレジェンドワイルドリフトはね各プレイヤーの技術とグループの人数に適したね最適な相手との対戦になります。さらにですね全てのチャンピオンが無料で入手できたりねプレイ時間の制限や対戦が不公平になるような課金要素も一切ありません。最後に紹介するのは猫島物語になります。本作は短期間で320万ダウンロードを突破した猫寄りの続編となるゲームでね農業の経営とアドベンチャーを同時に楽しめれるゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと本作はですね猫たちと一緒に冒険が楽しめます。こちら猫島物語はね可愛い猫のキャラクターから感性的な音楽だったりグラフィックスを楽しめます。本当にね癒されるゲームなのでねストレス解消に遊んでみてください。続いてですね島や猫たちを自由にデコレーションできます。本作はですね家の建築だったり橋の修理や食材を育てたりとね島を自由にデコレーションできるんですけども非常にね細かいところまでね自由にカスタマイズを楽しめます。それ以外にもですね多彩なミニゲームを楽しめます。こちら猫島物語はね本作のメインゲーム以外にもね作中の中でね多彩なミニゲームを遊べます。はい、ということでね今回なんですけども2022年春休みに絶対に遊ぶべきおすすめ軽量スマホゲーム10選を紹介しました。少しでもね参考になりましたら動画の高評価もしくはねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね今回紹介したスマホゲーム以外にも皆さんのねおすすめの軽量のスマホゲームをねコメント欄で教えてください。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べるスマホゲームだったり夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームをたくさん紹介します。またですね公式のブログでは YouTube では紹介しないスマホゲームだったり生活豊かにしてくれるスマホアプリをたくさん紹介してます。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。